玄之介役鳥海浩介だにゃ。どうも、かげろう役早水梨沙だにゃ。ヤシャマル役柳井直樹だにゃ。ホタルル役沢城みゆきだにゃ。ゆきだにゃ。はい、ということで、はい、前回に引き続きまして、はい、今回もこのお二人を、はい、よろしくありがとうございます。お邪魔します。まだ柳くんの秘密をね、またね、すごい秘密がいろいろね、今日は沢城さんのあんなことやこんなこと、ね、まあまあ多分全部恋愛話になると思う。そうなんだ。本当味方ね。味方だと思ってたのに。いやいや、何をしちゃいますか。僕は鳥海くんの味方ですよ。全然ダメだ。全然ダメ発言出ました。全然ダメだ。助けてくれ。はい、ということで今回もこんな感じで最後まで楽しくやっていきたいと思いますので、最後まで見てね。まずはですね、うん、前回大好評、大好評ですよ。大好評を博しました。私たちももう度肝抜かれました ね、 ね、このコーナー、新コーナー、はい、クローズアップ、こちらのコーナーからいきたいと思います。あの、もうどこで止まるか分かってるものはわざわざ回した方がいいですか。分からないじゃないですか。そんな、そうだよ、ね、ランダムですよ。そうだよね。じゃあいきます。はい、はい、好きな鳥海浩介ということで、リサジ、こういうのはさ、鳥海さんですって言った方がいいのかな。でもそれだと一言で終わってしまう。あの、結論がそこに行けばいいと思うんですけど。ただ紆余曲折をね、つけてあげて一応、下手方がいいのね。分かったわ。私、あんまりそういうのが、うん、多分ないのかな、うんうん、好きになった人がタイプ。そう、ってよく言う人いるじゃないですか、うんうんうん、だけどなんか、最近すごい分かるなというか、うん、前は違った。いや、あのね、私 あんまりね、そういうのがよくわからないんですよね。あんまり本当にね、ないの、うん、なんか、うん、何だからね、うん、私からめちゃった。髪の毛長いよりは短い方がいいですよ。短いってどれぐらいの短いのはいいの。五輪とか、うん、高校球児じゃないですか。高校球児が好きなんだ。昔ね、生放送じゃないですか、あの開会式ってみんなで更新していくんでしょ。一糸まとわぬ更新ですって。その絵面を想像したらすごく面白くなっちゃって、みんな業務で。そういった方がお好きなんですか。髪の短いマッパの男ですか。いや、まあまあね、もうそれね、まあ、冗談はさておき。なんか純粋に、男女様は、うん、好きですね。おじいちゃん、おじいちゃんというか、あの若い人、若団長、ヤングの時、なんか頼れそうだね、彼はね、っていう感じはしたかな。あと、幼児が好きですね。は、サイモン。幼児が好き。幼児がすごい告白してるのか。びっくりしました。幼児も好きだけど、ヤシャマルも好きで、あ、ヤシャマル、ヤシャマル、サイモンじゃない。違う、サイモン、ごめんなさい。混乱してる、混乱してる。大丈夫です。サイモンはどんなところが、あの、精神的に好き。なんか精神的、うん、温かみがある方がどっちかっていうと好きかも。こうすごくよくできた人って感じしません？なんかお恋とのシーンみたいな、そうそうそう、とか大人な感じの、なんか、うん、落ち着いた感じの、うん、温かみのある、なるほど、うん、かな。やっぱり玄之介とかって選ばれないね、残念ながら ね、やっぱり、うん、玄之介も好きですよ。玄之介、そうですね。あと、はい、あと鳥海さんも好きですよ。そうですね。ちょっと嬉しい、ちょっと嬉しいんだ。まあ、もうお付き合いも長いのでね。そうですね。子供の頃から知ってますから。お父さんみたいですもんね、なんかね。もう父の目線ですからね。最近も恋人欲が増えましたよね。ね、もうね、感慨深いものがあります。鳥海さんとみゆきちゃんの、足取りを追ってみました。以上、クローズアップのコーナーでした。はい、毎度おなじみこちらのコーナー、まずは15話のこちらのシーンをどうぞ。忍びと走るのかな。どうなんだろう。どうなんだろう。でも確かにあの表現はあるな。私がもう一個やってる忍者のやつもああいう風に走りますね。行部、背後から来るは人さんにだ。それとも敵に情けをかけたか。面影がねえな。待って、探せ探すんだ。普通に可愛らしい。鼻かな。鼻鼻、うん、父上が
つば隠れに。玄之介様がつば隠れに思い出しました。今おこゆ初登場の時の男女様の名代として。あ、ちょっと筋肉リュウリュウしてきたのかな。本当だ、ちょっと育ってきた、ね、育ってきたこの辺から腕立て伏せとかやっちゃう。父上、ご用心なさいませ。ああ、女神、はかりおったか。連武はあの技使えないのかね。あ、そうね、編み出したのかな。すごいねどういうこれから理屈がわからないもんねまずそこを攻めようとは思いませんよねもう少しこうなんか人間としてできるところから始めようと思いますよね。体術をとかね。そう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 、とりあえず髪抜くところからね始まってるけどでもそれもし連武が使えないんであれば、うん、どうやって気づいたんだろう。いや、なんか、あ、すごくねみたいな。なんか、入らねえみたいな。ずっと入っちゃったみたいなさ、やべえ、出れるかなみたいな。出れたみたいな。入るんじゃんみたいな。出れるんじゃん。そうか、でも服があると、うん、っていうことだった、うん。そう、ちゃんと脱ぐからね。父上、父上。最後お父ちゃんいい顔するんだよね。そうそうそう、お父さんになるんですよ顔が。情けは。うん。はい、ということで、はい、なぜ行部がああなってしまったのか、うん、子供じゃないよくわかる感じで、あの勢いで多分潜れるようになったんじゃないのかなっていう憎しみで、うんうん、そんなわけで気になる続きを、はい、見たいと思いますが、はい、こちらのどうぞ。この霞行部を突き動かす。覗いてる、めっちゃ覗いてる。まあ、恨みのみ、恨みのみでもこれ武器持ったら潜れないんだよね。あ、誰ガッガッガッ、ね、手だけ出しとかないとね。天然強いんだよね。そうそう、あのちょっと急所に入るんだよね。割りかし強いの天然あれ止まれないとどこまでムーンって行っちゃうんだろうね。潜るの、うん、あ、そっか、船底まで行けて水の中に、うん、もう行けるのかな。忘れるところであったぞ。おうよ、地獄の鬼と見間違えんよ。しかと覚えておけ。とどめだ。あれ、悪いわ、天然ちょっと顔がそっくりだからこれひどいですよね、なんかこういうシーンがあるとね、こういうモデルは嫌だな、うん、行部逃さぬ。あ、今早かった、ちょっとシッと動く怖い怖い、明け犬が夜中とか目の前現れたらすごい泣くと。それだけで死んじゃうやっぱりねなんでそこに逃げるのって思うけどね。確かにね、うん、横とかに行けばいいのに。サーフの横逃げるとかね、それは。はい、ということで、はい、行部が、行部が、ええ、なるほどな、いいとこまで行ったんですけど、でもそれよりもなんかもっとショッキングな映像がね塩屋さんが切られてしまった本当にそっくりだから、なんでこの役にそっくりな人を持ってきたんだろうっていう、ね、わざとでしょ、だってあれ切られるの分かってたのにちょっと悪意すら感じるもんね、なんかここからちょっとほのぼのとしたいなと思いますので、うん、16話、はい、これね、結構みんなやってても久しぶりになんか殺伐としなくて、もう大好き、ね、みんな登場したしね、うん、大集合、見てるだけでもすごい楽しかった、うん、収録、ね、すっごい幸せでした、ね、はい、じゃあそんな幸せな時間を一緒に楽しみましょう。どうぞ。釣りの意味のない人だ。本当だ。おお、うん、音を立てるな、獲物に。懐かしい人たちだ。サイモンはまだ生きてます。あ、そうだ。こっちがね。あの姿はなかなか見ないから。本当見ないですよね。最初だけだから。うん、あ、重兵。ああ、占い。あ、だめだ、もうラジコンになってると思う。かわいくなって。重兵はでも結構偉いんだよね。そうですよ。お、まあ、出た、オロロロロ。オロロロロロ。あ
んな魚を献上されてるわけですよ。男女様ね、俺もだけどね。知ってた？ん？知ってた？あんな取られ方をしてる。知らずに食べてた。どうなんだろうね。いや、すまぬお恋だな。あれでも取れなそうなんだけどな、あの岩にへばりついちゃったやつ、うん、だってほら、うん、岩だってあんだけ水を浴びたのに、うん、びくともしないからね。わしを誘っておったと申すのじゃ。あ、こう、おいで、おいで。いやらしいね、うん、手の動きとかすごいいやらしいもんね。誰も来やしねえよ。ほら、あら、いいとこだよ。妄想来たよ。これも妄想なんでしょ。そうそうそう。私でもこれ、隣のマイクが、うん、柳さんでやってた時に、うん、あのうちで練習してた時より全然ドキドキした。こうやってやるのがいいやって言われて、あ、もうすごい恥ずかしくて逃げたくなる。違うから。スタジオでも妄想してるんだ。ここはね、もうチューしてるんだよね、若い子。若いから。あ、もうしてないのか。そうそう、ここが邪魔されるんだよ。蛇が邪魔される。出てきてね。でももうね、してるんですよ。玄之介とおぼろよりも先にね。この蛇っていっぱいいるの？多分ね、替えが効くと思うんです。何匹か飼ってるよ、ね、替えが効く、うん、でも、とりあえずこの子は多分あの玄之介に切られるまでは、うん、多分しばらくあの子だったと思う。ヤシャマラ殿、はい、ということでね、うん、懐かしい方々が、うん、ね、出てらっしゃいます。なんかほのぼのすればほのぼのするほど切ない。うん、妄想じゃないでしょ。何が？二人のシーン。あの頃良かったね。でしょ、でしょ。妄想じゃない。妄想じゃない。大丈夫だよ。うん、よし。あの頃はね。いつからだ。え、ヤシャマルが江戸に駿府に行った時じゃないかな。あ、そっか。違うから。次はこちらのシーンをどうぞ。また妄想する人が。妄想仲間だ。良かったね。違うから。良かったね。畑野くんあれだけだからね、この子。きっかけ。うん、そうなんだ。てか小四郎ね。でもこんなポーズね。何なんだろうこのポーズ。手の行き場がないんだって。これと同じらしい。これでも本当に毒とかもらわれてたら玄之介死んでんだよね、ここで。そうそうそう。男女様だけ超逃げてんの。バッシャングにいるよ。最後が凄まじいですよね。うん、かけ方。このまっすぐ倒れてるのちょっといいよね。かわいい。この何とも言えない顔がいいよね。これでもハゲンの瞳になってね。おぼろよ。申し訳ございませぬ、おばば様。伊賀の恥をさらしてしまう。お姉様もいいおばあちゃん、すごく怖いんだろうけど、里の人から見ればすごい情が深いからね。大層気に入ったそうじゃ。ぜひともまた会いたいと伝えてくれとよ。はい、ということでほのぼのとしたね、たらあの後にね、また現実に戻ってしまうわけですから。そう、なんか死んじゃった組はさ、こう最後にいい、役者的にはいい思い出でもあるけど、あれをやって戦わなきゃいけない組は大変ですよね。こっからだからね。こんなこともあったんだみたいなこともありつつ、やっぱり過酷なんだよね、この先もね。毎回疲れるもんね、この収録すごい疲れたでしょ。時間じゃなくて、なんか消耗度が激しいっつうの、1回の収録での。そんだけなんか緊張感だったり集中力だったりっていうのは、どの現場でももちろんそうなんだけども、特に消耗した思いがあるなと思って。そうですね。あとはこれですよね。あ、ここ、子供、ここちっちゃい頃の超かわいい天然にぶら下がってるほら、天然が何もそれで動じないって。こんなんなってるよね、普通に。おばば様って感じで、おばば様、あ、どうするのかなと思ったら、ほっとくんだよね。そう、この間だけですね、普段はキャスト表でこういう順番がいつも決まってるんですけど、この回だけはですね、この16話だけはですね、登場順なんですね。絶対これはるちゃんね、ビビったと思うよ。う一番前みたいなね。まあそんな感じでね、はい、振り返ってみました。はい、以上ベストシーンのコーナーでした。
はい、こちらのコーナーでは皆様から送っていただいたメールを紹介していきたいと思います。こちら岡山県、はい、ももさん、お、まだ飽きない、皆さん飽きたらしい皆さんこんにちは。こんにちは。毎回バジディスク楽しみに見ています。ありがとうございます。早速ですが、私は行部が大大大好きです。あの肉体美たまりません。そしてそんなかっこいいボディがほぼ毎回裸で拝めるのですから。裸なのでね、技がね、うんうん、でも行部が最後を迎えるシーンには思わず涙が溢れてしまいました。あんな辛い過去を背負っていたとは想像もつきませんでした。私は15話を見てますます行部が好きになってしまいました。これからも行部を応援していきたいと思います。それではまた。ゆきちゃんの仲間だ。違うから、ねね、同じ趣味思考。ゆきちゃんじゃないのよ、大丈夫。違う。そんなに行部が好きだって言われるのは嫌なの？嫌いなの？好きですけど、うん、多分行部って多分これ潜るのに毛がいらダメなんだろうね。だから全部剃ってんだろうね、うん、絶えず処理してるって絶えず、うん、ちょっとゴミ入れて歯医者でもダメなの、うん、そうそうそう、毎日毎日こんなもう次次次、はい、次、はい、名前なんて読むのかしら。月に富士と書いて月富士さんですかね。間違ったらすいません。アニメが終了しても、うん、未だに熱が冷めぬ、うん、素晴らしい作品ですが、はい、グッズがないのが寂しいと思っていました。いや中はないぜそうだよ、ちょっとだけね、うん、でグッズを作るのならば、うん、ぜひとも、うん、サエモンとおこいの名場面ポスターを、うん、そこだけ買いあのほのぼのお昼寝イラストはものすごく欲しいです、うん、注文限定のキャラグッズなどがあっても好きなキャラのは欲しいです、だそうです、うん、時計とかとか書いてあるよはい、はいはい、私これこれのカレンダーでいいや。この二十何話分のあの千葉さんがわざわざ毎回書いてくれたやつのカレンダーとか、あのジンゴロの形をしたスライム、トイレのタンクに入れる溶ける洗浄剤見えないじゃないですか。青い水が出てくるやつ見えないよ初め入れて要はなくなってしまうやつでしょ。消耗品、石鹸でもいいや、オイル石鹸でいいや俺は絶対もうずっと言ってるけどカラコンなんだよね。あー、カゲロウのもずっと言ってるんだけど、あのカゲロウの形をしてあのこっからカーって殺虫剤とかじゃあ私あの肥料とかカブトムシにあげる肥料みたいな腐葉土とかそういうのでしょあとジョウスケの、うん、あの低反発のなんか材料でできたこう、こういうやつがいい、うん、あとは欲しいかも小四郎の掃除機、うん、あとは地虫のラジコンだよね走る走るうわそれすごいかも、うん、地虫だから占いつながりとかじゃない違うのラジコンなんあの体格を生かしたおもちゃなんだやだいっぱい作るものあるバジリスクってすごい商品的にも貢献できる作品だったんです ね, ねそうそうそう。じゃあ続きまして、はい、行きますよ。ジョニー中野さんからいただきました。ありがとうございます、はい、僕の地域ではアニメ放送がなかったので、うん、DVD が唯一のアニメ版との接点なので、うん、毎月の DVD 発売日が待ち遠しいです、うん、ありがとうございます。アニメ版バジリスクは原作や漫画にはない効果的な演出とキャラクターが適材適所の声を得たことで本当にスケールアップしていると思います。偉そうなこと言いましたが僕自身はもともとファンクラブに入っているくらい陰陽座の大ファンで、彼らが主題歌を担当するということでバジリスクを知りました。バジリスクという素晴らしい作品との出会いをくれた彼らに感謝しています。なるほど、ありがとうございます。そういう入り方もあるんですね。だから本当にもともとのなんだろう山田風太郎ファン、うん、そこから漫画の瀬川さんが書いてるファン、うんうん、原作のファン、うん、それプラスそういう、ね、いろいろな間口で、うん、例えば好きな星座が出てるからってところから入る人ももちろんいるだろうし、うん、ただみんなねこれをそうきっかけはどうであれ見てくれた人はみんなすごくね、うん、いいことを言ってくれるなっていう。このバジディスクでは皆様からの楽しいメールをどしどしと応募募集しております、はい、アドレスはここら辺に、うん、ここをご覧くださいよろしくお願いします。お待ちしております。業務のどの辺が好きなんか違うって自然体なところがいい違うって、まあ、いろんな意味でナチュラル、ね、違うナチュラル何者は
はい、ということで今回は、はい、恋愛について語る。まあね、バジリスクの、まあ、甲賀伊賀のもちろんそういうのもありますけど、一つ大きな要素の一つとしては、ね、それぞれの恋愛というのもかなりそれぞれのキャラが、だってもうヤシャマルとホタルビちゃんなんて、うん、もう一番ラブラブカップルじゃないですか。分かりやすい表現が、うん、あ、ごめんなさい、妄想でしたっけ。だからこれ片思い多いんだよ、うん、片思いでしょ。そうですね、明け絹も片思いでしょ、うん、ここも片思い、違うから。両思いはここだけ、ここだけですよ。本当に悲しい恋が多いですね、これバジリスクはね。多いっていうか全部じゃん、まあ、成就しちゃったらね。ここは成就してましたから。成就してて、あ、空想の世界、違うんか、してた、してた。まあ、沢城さんがそう思うならそれでいいと思うけど、うん、もう終わったことですからね。画面の前のみんなきっと私の味方をしてくれてる。うん、それも妄想なんだけど。全体的に本当に何だろう、やっぱり現代ではここまでを思いって、うん、なんつうのかな、その通せるのかなっていうね、人に対して、うんうん、ね、源之助様とおぼろちゃんなんてさ、立場も立場だからね、うん、だって今だったらもう逃げちゃえよと思うし、そう、逃げちゃうよね、誰で逃げちゃえばいいじゃん、だって最強だからね。だから敵がなんかわーってやってきたら、とりあえずフッってモーンで、なんか相手の技はおぼろちゃんってみれば、ただそう、そうできないっていう、ね、やっぱり家とか一族であったりとか、そこの感覚がね、なかなか、うん、すっげえ、しかもそんなさ、誰だか分かんないさ、うん、おっさんのさ、このですね、あれで、なんで俺たちが、なんで戦わなきゃいけないんだろう、殺し合いって言われてるわけでしょ、うん、ね、無責任なみたいなね、うん、そういう中で余計にこの悲恋を招くわけですけどね、うんうん、不思議ですね、なんかそう思うと、うん、そんなシンプルな、そうなのに、ね、そういうのから逃げれないっていう。カゲロウ的にはどうですか。カゲロウはね、うん、怖かったですね、うん、まあ、ある意味ストーキング行為なんですけど。さっきのホタルビちゃんじゃないですけど、うん、一人の人を思えるっていうのは、うん、すごいことだと思うし、うん、私とかっていうのはもうずっとその、うん、まあ、妄想の中でですけど、うん、認めちゃった。愛されてたから、うん、そう、とっても辛かったけど、うん、そういうところではなんかとっても満たされてるんだけど、カゲロウの場合は、うん、もう、ね、片思いだもんね、ずっと片思いでしょ、で、私、そうそうそう、あんな長い期間、なんだろう、こういう感じの作品で、うん、あの、なんだろう、役のこう時間をきちんと生きるような生き方で芝居をしちゃうと、うん、こう胃とか痛くなりそうだなって思った、うん、確かにね、ちょっときつかったですよ。私始まってからやっぱおぼろちゃんがすごい嫌いになったのね、うんうん、で、自分の最後のシーンが終わった、本番が終わった瞬間にすごい客観的に見れるようになったの、うん、だから最終回見てて、おぼろちゃんもね、まあ、大変よね、かわいそうよね、わかるわかるみたいなのがあったりとかして、うん、だから、あ、自分でもそこまで気づいてはなかったけど、うん、なんか、まあ、入り込めてた部分があったのかなって思って、うん、まあ、そういうわけで、はい、まあ、恋愛というか、もうこのバジリスクの本当ですね、なんか世界観になっちゃった。でもなんかこの中だからこそ、そういう殺伐とした中だからこそ、その恋愛の部分がすごく美しく描かれてるんじゃないかという、うん、ある意味みんな純粋に人を愛してるっていうね、うんうん、そんな感じで、このコーナーを締めたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続いては陰陽座さんのコーナーです。はい、今回はどんなお話なんでしょうか、どうぞ。皆さんこんにちは、陰陽座のベースボーカル又旅です。ボーカルの黒猫です。あくまでもアニメ作品として、作るという上で、その原作のストーリーの流れの、なんて言うんでしょうね、行間というか、漫画でいうとコマ感というか、その背景にあるであろう物語をアニメーションだから、あえてその実際にその描いてみるっていう、原作や漫画には触れてないけどテレビで、あのアニメで初めて見るっていう人には、あのそういう行間を読めっていうよりは、あのそれを具体的に見せてあげた方がその物語に入りやすいっていう効果はあったと思うので、そういう意味でちゃんと機能した
オリジナルエピソードたちだったと思うので、よかったんじゃないかなと思います。各キャラクターのこう人間性というか、その過去にこんなことがあったとか、なんかそういうことがちょっと垣間見えたりして、よりその本編で描かれている戦いの過酷さがこう浮き彫りになったりとか、なんかねこうすごい効果的だなというふうに思って、すごく興味深く拝見しました。これはね、僕はもうパッとも一つはっきり浮かんだのが学園ものなんですけど。一緒だ。あれだけ濃いキャラクターがいたら、一番多分ね、一番生きるのは学園ものだと思うんですけど、ちなみに僕が想定した設定では、同じ学園の中の、忍者部、忍者クラブで忍者部工画部と医画部に、工画部っていうと違う字で昔つまり工画部と医学部に分かれて、その部費の割り当てをめぐって争う、まあ何せ部長はそれぞれ玄之助とおぼろで、顧問が男女とおげんでみたいな感じで、ぜひね、ぜひ僕にちょっとその脚本を書かせてほしいね。ダメ、まあそれもいいかな。私でもゾンビ先生っていうの考えたんですけど、ダメですか？あ、それ天然。そう、ゾンビ先生ゾンビだよ、ね、先生今日も死んで休みだよみたいな。今この時点で、皆さんに具体的にお伝えできる、陰陽座の予定が、実は、なんていうか言えることがないんですが、ただもう本当にいろんなことが目白押しで待っていることは事実なので、こうご期待という感じでお願いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、陰陽座さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。追悼のコーナーです。はい、今回は甲賀の霞行部さんお一人です。かぶせてくいい男を亡くしました。それは本当だね。みゆきちゃんの大切。違う。ということで、霞行部さんのご冥福をお祈りいたします。はい、ということで、エンディングでございます。はい、2巻にわたって出演していただきましたけど、お邪魔しました。お邪魔しました。ありがとうございました。感想などあれば。はい、2人で来れてよかったです。あ、やっぱ役柄の妄想を、はい、妄想相手する側とされる側ね、こうですね。でもなんだろう、久しぶりにやっぱね、収録が終わってからもうだいぶ経つので、そうだね、久しぶりにこうやって振り返ってみると、またなんかね、新鮮だなって、なんかちょっと違った、なんか違うよね、違った、全然ちょっとでも気楽に見れるなっていうのは、落ち着いて振り返れる。そうそう。では最後にですね、はい、まあ、恒例の、前回もやりましたね、バジリスク、こちらの方、でさよならしたいと思います。はい、いきます。本当はドジっ子萌えの玄之助。読み人知らず。それでなんだ。一目惚れ。これが良かったんだ。あそこに。そこにやられちゃった。なるほど。続きまして。はい、参ります。とこしえに願う笑顔よ、今は昔。かげろう。リサチは本当に美しい句を書くね。担当ですから。
絶対条約が破れると思ってない人たちの、うん、この平和が絶対続くんだと思ってる人たちの、うん、あの笑顔っていうのはもう、うん、今はもうないじゃないですか、うん、半分ぐらいもういなくなっちゃってるじゃないですか、うん、でそれがなんかかえってあの笑顔とかね、うん、楽しげなところがかえって切ないなと思って、うん、あのすいませんハロー全然、うん、あの、うん、ヘビ使えない仕方なしという句を無視した怒りをこう飛び越えてね使えない仕方なしこれ実は、うん、ホタルビーが唱えてる呪文、うんニンニン言ってるやつが、ネラケイヤカシャガンブジャージャーマイエクリツシーホーブーって言ってるんですけど、あれ全部、ヘビ使えない仕方なし、あとね、なんだっけな、年季の体毛のことを言ったやつを脚本の武藤さんがこうやって入れ替えてるだけなんです文字を、うん、で、そこにヘビ使えない仕方なしっていうのがあって、あ、そうなんだ、じゃあじゃあかな、あとあのチューするとこ邪魔されたのでこのヘビ使えない、はい、山城さんと被ってるんですけども、また誰かの被りまくり、いやシンパシー、うん、ね、あよかった、うん、よかったよかった、妄想ですが何かじゃあ行かせてもらいます。あの蛇はきっといろいろ見てたはず、やじまる、なるほど、今までの僕たちのあんなことやこんなことを全てこの蛇は全部見てたはず、なるほど、ね、でも妄想妄想全て妄想、ヘビをね、使っていろいろ妄想、ヘビしか友達がいない、違う、全部全部そうですが何かいろいろな新事実が発覚したということで、本当に、はい、今日すごいいろいろ知ることができて、うん、本当に来てよかったなって思いました、うん、はい、はい、それではですね、また次回でお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。